おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトバージョン 1.20.72 のアップデートがありましたので紹介いたします。ついに今現在あるワールド全消失バグに関する修正かと思いきや、全く関係のないバグの修正でした。こちらをご覧ください。今回のアップデートは現在 iOS、Android、PS4 で利用でき、スイッチなどのその他のプラットフォームはもう少ししたらアップデートできるようです。そして Windows 版はワールド全消失バグの解決に向けて取り組んでいるため、バグ修正が終わり次第アップデートするようです。その時はお知らせするとのことで、まだアップデートはできません。今回のバグはかなり厄介なようで時間がかかっているようです。いつ修正されるのか分かりませんが、早めにお願いいたします。ちなみに修正内容はゲームプレイ中に発生する可能性のあるいくつかのクラッシュの修正のみです。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.20.72 のアップデート内容でした。残念ながら Windows のワールド全消失バグ問題の解決とはなりませんでした。なかなかの大問題みたいなので時間がかかっているようですね。早めの修正お願いいたします。それでは良い一日を。